それではは皆様本日よよろししよろししししくくおお願願いいいたまますシ、はい、渋谷イノベーションウィーク2022のアイディア会議というところで、えー、と本日あの渋谷が創造するイベントサスティナブルとは」というテーマで今日皆さんとさまざまな角度でこうディスカッションができればというふうに思っていますで今日なんでこんなテーマにしようと思ったかというとやっぱこう渋谷ってさまざまなカルチャーが混在していてこう多様性をえと備えた街であるというところ。 やっぱり渋谷ってこうたくさん日々いろんなイベントが行われているのでそんな渋谷だからこそイベントをこう持続可能にするイベントサスティナブルというところをさまざまな視点で考えられないかなということで今日お時間をもらっておりますどうぞ皆さんよろししくお願いします、はい、じゃあ早速なんですけども、えー、と皆様の方から簡単に自己紹介をしていただきたいと思うんで鈴木さんので、はい、株式会社白店の鈴木と申します。 白店ではクリエイティブ組織のマネジメントをしながら兼務でサスナビリティ推進部というところに所属しております。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、高田さんお願いします。はい、有限会社インスタントスケートボードで店長をしている高野彩香と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。はい。 パルコの渋谷店の方で運営をしています平松と言います。えっとイベントのあの仕掛けなんかもしてますし、最近えっと11月の3日にですね、えっと4階にサスティナブルとヴィンテージをテーマにしたフロアをオープンをしたところになります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃ最後寺さんお願いします。はい、えー、株式会社浜田の寺井正樹と申します、えー。サーキュラーコノミ競争推進室という部署で、えー、今動いていまして。 まあゴミをおー廃棄物処理会社なんですけれども、まあ、ゴミから考えるこうサスナブルというところを自治体さんだったり、企業さんだったり、えー、まあ、イベントなんかで実現できないかということで取り組んでおります。はい、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。最後にあの今日ファシリテートを詰めさせていただきます。株式会社白天の秋山と申します。よろしくお願いします。はい、じゃ、皆さん、ちょっと表情が硬いので、ちょっとにこやかに皆さんお願いします。じゃあちょっとアイスブレイク勝てないですね。最近あの行ったイベントとか渋谷で見た。イベントみたいので。 こう印象的だったものとか,なんかこれこうなのかなみたいなものがあればちょっと是非お聞かせいただきたいなと思うんですけどじゃあ寺さんかからいいですかあそうですねあの最近でいくとそれこそ昨日とかですねあの私は大阪から来てるんですけど大阪でちょっとあるイベントがあったりはしていて、まあ、そこ本当にいろんな人たちが集まって、えーまあ、飲み食いするようにイベントがあったんですけどそこは結構万博 を見据えてっていう取り組みはやってはいたものの、やっぱりそのごみ処理の部分だとか、ですねなんか結構カオスな状態になっていたりはしていて <laughs>、万博を見据えながらも、やっぱりイベントっていうところって結構難しいんだなと思ったりはしましまたねなるほど、はい、ちなみに大阪と渋谷って、例えばイベントの、はい。 来た時の表情って全然違いましたやっぱりもうやっぱ全然違いますね大阪はねやっぱ大阪関西色強いですねあの皆さんイメージされてる大阪人がいっぱいなんでイベントのやり方とかもクーポン配ってみんなにいっぱい来てもらってみたいなただで小学生が飲み食いして帰るみたいなそんな感じイベントだったんでイメージ通りのカオスのベクトルが若干違う感じでそういうことですはいありがとうございます高野さんどうですか そうですね。ま渋谷だと結構ことあるごとに何でもかん。でもイベントに繋がるんですけれども、スケートボードっていう観点から見た。イベントだと宮下パークの下で最近ナイキさんのあのスケートパークを作って、そこでイベントをしてましたね。結構人も集まってあなるほど。高野さんは参加されたんですか？はい、私も参加してました。その来場する時ってこう。どういう気持ちでイベントにこう。楽しみたい。っていうところだったりとか。 そうですね、まあ、盛り上がればいいなっていうのと、まあ、渋谷の人たちにこうスケートボードをもっと知ってもらってやっぱスケートボードに対してこうやったことがない人たちってあんまりいい思いを持ってない人たちも多いのでそこでこうすごいなっていう風なプラスな気持ちをなんか思ってもらえればなと思ってやってました。うん、なるほど素晴らししいいいありがとうござまますす次平松さんお願いします そうですねまあ渋谷本当にいろんなあのイベントもそうですし新しいお店がこうできたりっていうところが多いと思うんですけどちょっとあの半分宣伝みたいになっちゃうんですけどパルコの中でですね展開いただいているショップさんも3年前ってあのいわゆるリユースとか古着を扱っているお店って正直1店舗しかなかったんですよ。でもまあ我々すごくあのそこが魅力あるなと思ってこの数年動いててこの間ちょっと数えてたらですね、はい 今だいたい十店舗ぐらい、もう十倍ですね。この三年で。えー、な,なので、はい。やっぱりこう皆さんのそのリユースだとか、えっ、ー、とまあシェアみたいな意識もすごくあのリアルに変わっていて、はい、それをなんか皆さん魅力に感じて買ったり使ったりしてる人は本当に増えたなって感じですね。うんうん、それやっぱ消費者の皆様のこうマインドが少しこうエシカル思考だったりとか、三セブンの思考にこう寄りながら。 こう商品の心が少し動いいてるみたいなそうですねやっぱりまあ単純にうち20代30代40代前半ぐらいのお客様が多いんですけどなんかそういう方だとせっかくこう買うものだったらそういう部分もなんか意識しながらでただまあデザインとか可愛いって思わないと買わないんですけど、はい、なんかそこの意識がすごく変わってきたなっていうのをすごく感じますね。 渋谷、あんまり古着ってイメージはならなくて、やっぱ原宿とかの方が、やっぱり。あの、古着といえば、原宿みたいな感じのイメージありますけど、確かに言われてみると、最近渋谷の中の方も、そういうような。マインドが見えてきたな、というふうな、あの、僕も自身も、かん、感では感じております。はい。ありがとうございます。鈴木さん、どうですか。はい。えっと、まあ、白点、弊社がですね。あの、イベントのプロモーション。を、まあ、メインのサービスとして行っている中でなんですけれども。 やっぱりコロナの影響で、まあ、2年ほどこう渋谷でもイベントっていうのは結構自粛傾向が強かったかなと思うんですけれども、まあ、去年の秋ぐらいから復調してきていて、まあ、いろんな企業様だったりとか団体の方のイベントがあの急激に増えてきているなと思っていまして、まあ、そんな中でも渋谷ってまあ多くのカルチャーがあったりとか多くの人が集まる場所なので、まあ、そこでイベントを行えば、まあ、参加者だけじゃなくて街に行き交う人も含めてものすごい大きな こうパワーというか盛り上がりを見せるなっていうのは改めて最近再認識をしているっていうような感じですかねはい。なんかこう白天の中でこうイベントをこう企画するクリエイティブのメンバーとしてこうじゃあ渋谷でこうイベントするときにこう気をつけていることとかこういうところを特徴に取られているみたいなことってなんかありますかそうですね渋谷はやっぱりあのコミュニティというかまあカルチャーをまあベースにしたいろんなコミュニティがある っていう中で、やっぱり主役はその人たちだと思うんですよ。なんで、その人たちが、まあ、いかに参加しやすいかとか。まあ、参加した上で喜べるかっていうところが、まあ、成功のポイントなのかなと思ってまして。より、まあ、コミュニティを巻き込んだ、まあ、巻き込んで作っていくっていうところを意識しているところはあります。ありがとうございます。はい、確かに、こう、いろんなコミュニティがあって、まあ、どこのコミュニティと、こう、コミュニケーションを取っていけるのかみたいなところって、もこう、渋谷の魅力なのかなというふうにはすごく。 思います。ありがとうございます。皆さん、まだちょっと表情が硬いんで、もうちょっと柔らかくいきましょう。はい、では早速なんですけど、えー、っと、本題の方に入りたいと思ってまして、まあ、ちょっとトークインのとこも兼ねて、こう、少しこう、サスティナビリティとか、サスティナブルって、こう、テーマがちょっと広すぎるんで、少しこう、自身がこう、皆様、普段こう、お仕事されている中とか、各こう、お仕事の中での自分のこう。うん 自分とサスティナブルとか自分とイベントみたいなところのつながりみたいなところをちょっとお伺いしたいなというふうに思ってます。まあ例えばこう我々の企業としてはこういう取り組みをしているよとか私個人としてはこういうふうに捉えているよみたいなところでも構わないのでちょっと教えてほしいなというふうに思います。じゃあ最初平松さんからお願いでいきますか。はい、そうですね。あのー、今ですね、えっとパルコ渋谷店というのが、はい、えっと来年実はスタートしたが50年あずですよ。50年なんですね。はい。 なんですけど、まあ、3年前だから46歳の時にですすね、えー、リニューアルをして建て替えをししててて建替えまビル自体はすごく新しくなってるんですけど、まあ割とこうあの昔からいいものは残すで新しいものも昔のものと同列で捉えてこう面白がるっていう傾向が結構あるので昔の,あの、えっと、パルコのネオンサインはい、はい、赤と青と青で作られたやつを、うん、実は建て壊す時に残しておいて。 で今、えー、PARCO のロゴを実は、えー、なので結構まあそこからもうすでにそういった意識でビル作ってたところなんかもあってですね割とこうなんていうんですかねサステナブルっていうところをあのもちろん概念上のところはすごくあるんですけどやっぱりあの昔からあるものだとかいいものを。うん 長く使うとか、うん、みんなで使うとかなんかそういう発想で割と企画を考えたりとかはい、はい、ショップ作ることは結構多いので、うん、なんか今回その先ほどお話したリニューアルに関しても結構そんな意識でやってたりもしますねはい。はい、パルコさんこ僕こないで行ったんですけど、えー、昔のパルコの外壁だったコンクリートの UFO キャッチャーとか、はい、あ,ありましたよね <laughs> あいただきましたねゴミ、はい、処理会社からすると、はい、これを、はい それをそんな風に売るというか、並べるみたいな、はい。そこがやっぱ象徴的だなと思ったんですけど、はい。そういう、そういうところですよね。いや、そうですね。まさにあれは、あの、絶対これは何かに使えるから残しておこうという。残しておきます。がれきですよ。本当。に <laughs> <laughs> 本当に、まあ、あの、ね、それは多分こう古着だったりもそうだと思うんですけど。人によってはこう見るけど、違う人にとってはこう見るみたいなことが。<あ>なんか結構今、想像力といろんな情報で。 ものを買ったりとか楽しむこと増えてきたのもあって、そういうことも増えてるのかなって感じますね。なるほど。うん。なんかこうパルコさんの中で、こう面白いものとか、あ、これは残した方がいいんじゃないかっていうところが、こう社内でどういうようなポイントで、こう。皆さん挙げられますか。そうですね。まあ、なんかその。見てると、これって何かに使えるんじゃないかとか。は,は,はい、はい。 これってみんなはこう言うけどこんな見方もあるんじゃないかっていう結構甘の尺な発想から出てくることが多いのでネオンサインなんかもまあ最近の LED のこう流星だったり考えるとまあ正直電気代も食うし壊れやすいしみたいになるとでもなんかそういうマイナスのところにちょっとこう面白い価値みたいなのを見いだしてなんかこれなんかで考えようよっていう形で残してことが多い気がしますね。ななるほどなるほほどど でも、確かに、こう、昔やった当時の皆様の思いとか、形っていうものを、今の時代とか、こう、未来に、こう。継承できるっていうのは、すごくいい体験ですよね。こう、自分の子供たちが、こう、窓の世界になった時も、その、自分たちが働いてた時が、こう。どういうふうに、進化してるんだよ、みたいなことが、こう。そうですね。時代とか、街のな、こう、流れと一緒に、こう、伝わるっていうのが、すごく、なんか。いいな、というふうには思いました。うん、なんか、高野さんがいらっしゃるので、あれですけど、うち、で、スケートボードの、あの、デッキを使って、はい。 えっと椅子だとかインテリアにしてるお店とかもあってそれもなんかこう昔は滑ってたけど今はそれ思い入れがあるから捨てたくなくて違う使い方できないかみたいな形でああいう形の使い方する人も多いと思うんですよそういうのも結構なんか十分サスティナブルな,んじゃな,いかなそうですか、ね、なと思いますか趣味と自分が普段こう持っているものとそれがこう日常の中のサスティナビリティの中でこうできるっていうのはすごくこう親近感もあるしすぐ始められることみたいななんかいいですね。かどうですかその辺は そうですねあの最近そのスケートボードのイベントとかでもあの使い終わったハイデッキでまた新しくこうシェイプし直すってあのこう糸の子とかでこう切り取ってはい、はい、それを新しいまた別の形に直してあのクルーザーっていうちょっと専門用語で分、はい、<laughs> かりにくいかもしれないんですけど。 あのそういうものに変えたりとかはい、はい、また別の形のものに変えたりとか小物アクセサリーとかに変えたりとか、うん、そういうのはすごい増えてきてますはいなんかこのスケート僕あんまスケーブをやらないんでちょっとカルチャーが全部理解できてないんですけどただこうスケーターの皆さんってそのリユーズされたものを自分がこう使っていくことに対してポジティブなこう皆さん印象はある感じですかそううですねあの最近だともう その作る人自身がスケートボーダーで、まあお箸とかそういうなんか本当日常的に使えるものに変えてったりとかもしているので、まあそれをやっぱスケーターが作ってるからあの自分たちもそれを使いたいっていうふうに結構好意的に捉えてそれを使ってるっていう人は多いです。なるほど素晴らしいですね。なんか斉藤さんはスケボーやられるんですよね。あのも昔やってたんですけど、でもスケートボードでいうとあれじゃないですか。こう自分がずっと乗っていたその思い入れみたいなのがすごい強くて、それを まあ、スケートデッキとしては使えないけどまた違う用途で身近に置いておきたいみたいなそういうなんかなとは思いましたファーストデッキって一番最初に乗ったデッキみたいなのは結構皆さん思い入れが強いみたいなので、えー、壁に飾るとかよりもその椅子にして使えるようにするとか、えー、そういうふうにする人はすごい多い気がします。いいですね今こう結構物の探し方とか あのー、何かいい音楽探そうとかってなっても、まあ、ネットのあれもあって世界中の音楽聞けるじゃないですか、はい、であとこう、まあ、未来にも行けないけど過去に関してはどんどん遡っていろんなことを探せるようになってるんで。 なんかそのいいものが今目の前にあるものじゃないところにも結構あるっていう中で過去使ってたものとか過去使ってたものをこういうふうにやったら面白いんじゃないかっていう使い方はすごいなんか増えてると思いますしそれとサステナビリティがなんかどんどんつながっていくといいなって思うんですけどそでね。 燃やしたり潰したりしてる仕事なんですけど、<laughs> なんかそうなんです。<laughs> ですね、ただ我々からそうわかんないんですね。スケートボードに乗ってたおっちゃんたちがゴミ処理してるわけじゃないんで、ただの板としか思わないみたいな話の、はい、なんかそこのこうやっぱ価値ありますよねって議論のワンクッションがもう一歩やっぱり手前であった方がいいんだろうなっていう気はしますね。はいはいまあ、そう、なんかポイントはこう皆さんやっぱこう自分のこう近くにあったものとかこう身近にあったものとこのサスティナブルっていうところをこう近づけて 行くみたいなととこころろがやっぱこう最近の皆さんが感じられているところあとそれをこうどうアウトプットをしながらこう日常の生活とかっていうところにこう生かしていくみたいなところになってくるのかなと思いましたけどなんかこう普段ご趣味の中でまあたかのねスケボーの話はさっきありましたけどな,なんか皆さんあります例えばこれはやっぱり昔からずっと続けててこのものは大事にしててこれは逆に最後までこう持っていきたいなみたいなものって鈴木さんどうですか <laughs> あの好きなのはあの写真というかカメラをずっととっ写真を撮っているんですけどそれがどうつながるかっていうのちょっと難しいですね難しでもカメラもあれですよねこうデジタル一眼になる前ってこのフィルムの時からこうデジタル化されててただ機体としてはまだ使えるものもずっと残っていてまあ逆に言うと長い世代までこう使えるものみたいなところでいくとその一つのポイントとしては。 そういうういいのもあたかなっていうふうに思いましたけどそうですねあの僕もフィルムカメラを使ってるんですけどもともとはあの祖父が使っていたカメラを亡くなった時に一台ずつ孫がもらってそれから始めたんですけどなのでこうカメラっていうのもこう大事に使っていったり修理していけば、うん、まあすごい長く使えるものだしこう質が落ちないものだと思ってるんでそういう意味では何かすごいものとしていい,いいものだなっていうのは感じてますけど。ありがとうごございいますでもすごいですでね おじ,いさんおじいさんの時に使ってた、<laughs> 例えば三代目、い3代目、それでこ自分の子供とかにこう世代がこう渡っていくと、4代に渡ってこう使われていくっていう、それはでも、すごいなんかいい感動的な感じでいきたいなと思ってますけど、<laughs> そもそもあれですね、多分そういうデザインとか <laughs> そう、そういうことを前提にして作ってますよね、昔のカメラというか、はいはい、昔のものって多分 長く使われる前提でこうしっかりとすす、ね、なんか流行り廃りで今シーズンだけのアイテムですとかということではなくてデザイン性も使いやすさ含め、ねはい、操作性含めなんか今よりももっとシンプルで、うん、なんかすごい万人にこう受け入れられやすいようなデザインになっているなっていのもそうですね。なるほどなるほど。 ちょっと今結構話がサスティナブル方向にちょっと寄ってしまったんで、うん、ちょっと少しイベント寄りにこう持っていきたいなと思うんですけど、はい、例えばこう最近行かれたイベントとか、まあ、見たもの情報を取ったものとかでこれすごくこうイベントの中だとサスティナビリティ高いなとか逆にこう行ったイベントの中でこれって逆にもったいないなとかこうしたらもっとこういいのになみたいなこと思ったことって何かあったりしますか 僕らの会社で行くと実際こうイベントなんかでもゴミ処理のところに携わらせていただいて、はい、で実際に廃棄に入らせていただいてるんですけど、はい、結構ねやっぱり参加者の方の質というか、はい、あの雰囲気だったりとかがそのままゴミ処理の方に反映されてるなっていうのがあってたまたま行ってたイベントとかのあるイベントとかだとめちゃめちゃ食べ残し飲み残しがいっぱい出てるイベントもあったりうんでもかたや同じような規模感のイベントでももう一方のイベントっていうのは、はい、音楽フェスで。 ちょっとそのアーティストの方が食べ残し飲み残しやめようねって声かけをしたらしいんですけどファンの方もそっちに同調して同じような規模感同じような出店数なんですけどゴミ量が減ったりとかでやっぱそういう雰囲気イベント自体の雰囲気をどうサステナブル寄りに議論できるかみたいなそれがその雰囲気イベントってもうその時々だけのその,その期間だけの切り取りだと思うんですけどその中でのルールを暗黙にどう作れるかっていうのが結構出口で。 変化があるなという気がしました。なるほど。<うん S 2> 例えば、こう、寺井さんなんか、こう、ゴミ処理の中で、こう、たくさん、こう、まあ。 入り口が何かがわからないものをたくさんこう受けられてると思うんですけど例えばこう、はい、もう少しこういうことを先ほどのこう例えば主催の方だったりとかはい、はい、ま出られてる講演者の方みたいな営業地が高い皆様の行動がこう変革していくとやっっっっぱそそこててて変わっていくっていう、はい、そうですねあの、まあ、ちょっとしたところで我々が今取り組んでいるやつでいくと、はい、あの例えばイベントでプラスチックのコップとか飲み物とかで配られると思うんですけど。 あれのコップの種類って実はあの透明のプラコップも5パターンぐらいあるんですよ5種類ぐらいはプラスチックの素材として違うパターンがあっておののの店舗ごとに違うものを使われてると、はい、まとめて回収しても全然違うプラスチックが5種類くるみたいな状態になっちゃうのです、ね、あ<ー>なのでそれは事務局の方にお願いして1パターンにしてくださいっていうだけでもやっっぱり出口はだいぶ違ったりはします、ねはい、うんそこってそんなにコストもかからないしルールの話なんですけどはい、はい、多分それがあんまり認知はされてないので作れてなかったことかなと思います。それは今の話だ さあ処理のタイミングにかかる規格が5種類あると少しやっぱりこうなんかあっそうあのやっぱりあのプラスチックって言っても5種類あるとそれぞれ素材ごとに特徴が違うので、はい、実際違う使い方しかできなかったりするんですよねあ<ー>それを分けたりする手間もかかるし、はい、実際量も五分5種類ずつだとバラバラになっちゃうので、はいはい、まとまった量も作れないっていうのがあって。 あのペットボトルなんかいい例で外国の基準っていろんな色があったりとかいろんな素材のもの使われてるんでリサイクル率低いんですけどどこのメーカーも透明のペットボトルで揃えてるんでリサイクル率すごい高かったりとかしててそれと同じようなことをまあイベントのレベルでこう事務局の方とかが出店者の方とかとルールを作っていけるかっていうのが結構、はいはい、イベントの中でこう推進していくには違うのかなという気がしますはい、はい。なるるほど例例ええばば日本全体まあ渋谷で行われている例えばこう、はい イベントの、はい、例えばコップの企画はこれだよ、はい、みたいになってくると、はい、その参拝とか、はい、まあそこのこリサイクルに向けてっていうことでいくと量でこう少しこうできるものが出てきて<あ>効果的なものがでできるで、ね、そうですね、まあ、変な話渋谷でなんかよく使われるものがあるとしたら、はい、渋谷の中の企画を統一するってだけでいけばあの渋谷の中の,そのものの効率っていうのはだいぶリサイクルってところは全然違ってくると思いますな、はい、なるほどなるほほどど、うん ありがとうございます。平松さん、こう企画をされる側だと思うんですけど、はい、今の話聞いてどうですか？そうですね。なんかそのいろんなえっとイベントのこう必要なものってどうしても出てくると思うんですよ。はい、で、まあコップとかあのそういった食器類って、あのリユースでまあ、使い回しをしたりとか持ち込みだったりとかっていうところで。 それを推奨するみたいなこともあると思うんですね。はい、実際僕もこの間いただきっていう静岡でやってる音楽フェスがあって、それだったり、あのキャンプとフェスが合体してるんですよ。だからみんなその持ってきたキャンプ用の食器だとか、コップでビールを入れてもらいに行きたい。はい,はい、はい。なので、そういう意味で言うとこう。イベントで、うん。 出てくるゴミ的なものが持ってくるっていうのが前提になってるんですごく出づらくなっててそれってなんか楽しみにもなってるしイベントのサステナビリティの補助にもつながってるしそういうアイデアがやっぱすごく面白いなって思います 確かにそうですね、キャンプを楽しみながらフェスがあって、自分が好きで買ったキャンプ用品で、自分が好きなフェスで、好きな飲み物を飲みながら楽しめて、かつそれがね、ゴミが出ないって、すごくこう好循環なところですよね。飲みたいですもんね、あの独特なシルバーの感じとか、スの感じとかの、すごく場所とロケーションの感じの美味しさがまたね、ぐるっとこう、軽いもあるのかなと。 でやっぱりそれでこうゴミを捨てに行く場所がそこで少なくなったりなくなったりすれば気持ちがこうマイナスになることもないプラスの気持ちになれにいってるのにみたいなこともあるじゃないですか。そういうの結構いろんなところでいろんなアイディアで考えれていったらいいだろうなってう、うん、でもそうですね。かうん、なんか今のはすごくなんかヒントに感じました。うんうん、ただこうイベント企画する鈴木さんどうですかそういうのを聞いてみて今。そうですね。あのイベントっていうもの自体が基本的にまあ短期間で作って 大気を迎えててて壊しいいくっていうものである以上、なかなかまあ環境への負荷っていうのは大きいものなんだろうなっていうのは感じていて、うん、ただ逆にまあその短期間だからこそこうトレーサビリティというかその調達から回収とか廃棄までいのが追いやすいっていう側面も持っていると思うので、うん、そういう意味でなんかいろんな施策をチャレンジしやすい、はい、あったりはすると思うんですよ。 でなんかイベントって、まあ、その環境への影響みたいなのはあると思うんですけど基本的には社会とか経済への側面で見るとものすごいまあ笑顔を作ったりとか、うん、経済活動を活性化するっていう意味でものすごいいいことだと思ってるので、まあ、そこの環境っていうところに関しては、まあ、そのイベントの特性上、うん、なんかとりあえずやってみるみたいなこその先ほど言ってたあのキャンプの件とかも、まあ、とりあえずこうやってみていい結果が出ているってことだと思いますしなんかそういうチャレンジがしやすいっていうところがイベントの面白いところかなと思ってるので。はいはい なんかどんどんこういろんなことをやっていくっていうのを推進していきたいなとい、うん、なんかコンパネとかもめちゃくちゃうちも使うんですね、はい、展覧会やったりとか、はいはい、あといろんなイベントやったりとかで,、はい、でやっぱコンパネあとその教授の壁まあそれ専門用語になっちゃいますけど、はい、これ本当になんか違う使い方できないのかなとか、はい、あとその1回使ったコンパネを、はい どうやったら5回使い回しができかかなとそういうようなことは逆に白山さんとか、うんね、関わってる人たちでいろいろ考えられてたら面白いいと思ますけどねなんかいろいろチャレンジはしていてあの、まあ、使う素材のマテリアルの開発だったり開拓っていうところもそうなんですけど、まあ、その結構工法が重要で。 今まではまあ接着剤だったりのりを使っていたものをまあそういうものを使わなくて止められる技術があれば分解がしやすいで回収に回しやすいとかまた使い回しがしやすいみたいな今までと考え方を変えていくみたいなところが今すごい重要なのかなというふうに思ってます、うん、そういう素材とかもいろいろ多分ね。そううでですね背景の中でもう、うん 考えななきゃいけないけことがたくさんんあるでですす、ね、本当にそうですあのやっぱり最近エコな素材っていっぱい出てきてるんですけどエコな素材同士を接着させちゃうと分かれないから結局エコじゃない素材になっちゃうみたいな話とかもやっぱあって、うん、でもっと言うと捨てる側あ消費者の方使うんであれば消費者の方が知らないとそのゴミ箱に入らないっていうのがあったりするんで、うんうん、やっぱりこうメーカーがとかっていうことじゃなくてイベントだったりイベントを設計する全体の参加者の方たちと一緒にこう設計していくみたいなそういう考え方があって実現するもんだなとは うん、思いますね今う実はこの椅子は鈴木さん、弊社のスタジオから持ってきたんですけど、はい、あのイベントでよく使われるパンチカーペットと言われている床材余剰発注したりとか、まあ、実際に使ったものを回収してロールにすることでもう一回こう役割を与えてみようということで、うん、プロトタイプ的に作ったスツールになっています。こ<ー>こういうよういいいよなことをろろ、まあ うん、あのイベントの中でできることっていうのをチャレンジしたりはしています高野、うんね、どうですか座り心地は <laughs> いいいい感じですね <laughs> <laughs> ちょっとかめなちょっと固めでお店でも使えそうですねさっきのこうデッキと同じような発想なのかなと思って僕らも大量にこのパンチカーペットってやっぱりイベントの後に今までほとんど廃棄をしていてでイベント行く必ずやっぱり床は。 まあ引くもんだみたいなところを僕も入社した時にもう教わったみたいな世界だったんでなんかこのうちの中でできた時もなんかこうちょっとはっとしたあこういう使い方も確かにあるなみたいなところはちょっと思いましたねなんかこう例えばタカのあの自身はこうイベントに参加されるパターンの方が多分こう多いと思うんですけどなんかこれまで見てた中でなんかこのイベントとサスティナブルっていうところのテーマでなんか印象的だったものって何か。 そうですね。結構今スケーターの中でもそのゴミの問題とかって、結構あの重要な課題になってきてて、っていうのも、そのスケートパークにゴミを置いたまま帰ってしまう人とかがすごく多くて、それがきっかけで、そのスケートパークが閉鎖してしまうみたいなことも増えてきてるんですね。なるほどで、まあそういうのもあって、最近のそのスケートイベントの流れ的にまあスケートイベントが終わった後に、はい。 今までだったら結構主催側の人たちがゴミを集めてもう終わるっていうのが一般の流れだったんですけど最近だと参加してた人たちにあのそのイベントを主催しているブランドのロゴが入ったリサイクルのゴミ袋を渡してこの中に入れてゴミ集めてきてって言ってこう参加してくれた人たちに渡してで集めてきてくれた人たちにはじゃこの。 リサイクルのやつこれからも使えるからあげるねっていう感じで渡していくっていう、えー、そのなんか参加してくれた人たちにもそのゴミを集めてもらうっていうのをなんかその集めてくれることによって何ていうんですかねパークが閉鎖するから集めろっていうそういう威圧的な感じではなくてこういうメリットがあるよこういういいことがあるよみたいな感じでこうやってってもらうっていう流れを結構感じますねいろんなイベントで。確かにめちゃくちゃゃくいいいですねその使い方 やっぱ威圧的な感じでこうなくなるからっていうふうに言っちゃうとその現実味があるのかないのか多分分からない子たちが多いんですよね、うん、まあそう言ってるけどそんなすぐなくならないでしょうみたいななのでなんかまあそういう言い方よりかはこういうふうにするとこういういいことがっていう感じでやってもらうっていうのがいいのかなと確かにねこう閉鎖っていうネガティブだけどこう自分が参加することで逆にどうポジティブにこうそのことが変われるかっていうなんかすごくこう大事な こととだなと今お話聞いいてて思いましたなんかそれって例えばこう影響力が強いこうブランドさんとか、まあ、スケートボードのブランドさんとかがこうその熱量を持ってこうやられるっていうのはやっぱそのパーク自体の閉鎖というかそのカルチャーを少しこうマインド変えていきたいみたいなところが強いいみたなな感じなんでですすかねねそうですねスケートブランドも最近だとそのサスティナブルっていうのを結構意識してて。うんあの 通常だとそのデッキってあのスケートの板の部分売られる時ってこう透明の周りにビニールがかぶさってるんですけど最近はそのビニールがなくなってあの出してるブランドとかもあったりとか結構そのブランド側からそういうのを出してきてるところが多いのでやっぱそのブランドが好きな子たちはそういうのに結構影響されて自分もそういうふうにしていこうっていうのでまペットボトルじゃなくて自分の水筒とか持ってきたりとか。 そういういので意識がが変わっていってる感じがしますなるほど実際こう店舗に並んでる時にこうデッキにこのビニールが貼ってあるもの貼ってないものがあった時にそのこう店舗がやっぱそういうのを意識してこう少しこう並べはしたりするんですかそうですねあんまり <laughs> 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 すいませんでもこう自然な流れで置いてる感じにはしてます、うん、で<ー>これなんでこれだけビニールないのって言われた時にはこうこうこうでみたいな感じの。 ブランドさん側のメッセージを伝えるような感じでもんか渋谷とかだと、はい、あのラッパーのジブラさんが割とこうゴミ拾いのイベントとかずっとやってると思うんですよ。はい、でただやっぱご本人が来れない時とか、はい、あと実際にじゃあ他のエリアで同じことやろうと思った時に、うん、その影響力ある人じゃなくって、はい、そのブランドさんがそういったこうロゴ入りのゴミ袋を用意して提供するっていうことで。 そういうい人が動かなくってもそういうやり方がどんどん拡散していくのとかって、うん、すごいいいアイデアだなって確かにちょっとしたことですねこねブランドさんのロゴがゴミ袋に入ってるだけで,そ,で、ね、そこまでこうポジティブにこうマインドが変われるとかうん、うん、たった一個のこう出来事だけどその一歩の踏み出し方がすごく大きいポイントになるっていうのはなんかすごく大きいとこだしなんかそういうところが結構ヒントがやっぱりなんかありそうですね。な、ねうん、なるほどなるほほどど ちなみにこう今世の中全般的なこうイベントの話をしてたと思うんですけどそれこう例えば渋谷っていうこの街の持ってる魅力とかまあ特性みたいなところでこう渋谷のまあ特徴をちょっと今日みんなでこう話していきたいなと思うんですけど皆さんから見たじゃあそういった渋谷ってどういうふうにこう見えられてますか特徴とか私の印象とかっていう形でもいいんですけど皆さんこう渋谷で働かれてるお二人もいますし。 あ寺井さんのようにこう関西の方もいらっしゃいますしなんかこう渋谷ってどういうふうに見えてるかなってちょっと教えていただきたいなと思うんですけどじゃあ寺井さんも僕、吉本なんで先からいいですかあの先入観入る前にポジティブな面でいくとすごいクールな街っていうのはずっとやっぱりあの関西から見てても思う部分があってはい、はい、ネガティブでいくと怖い街みたいなうん、うん、ちょっとアンダーグラウンドだったりとかはい、はい、みたいな話があるのかなっていうのはちょっと見てて感じる部分ではあります、ねうんうん。ちなみに渋谷は何回目ですか今日 中学は多分人生でよ3回と <laughs> あんまりあの親からは夜とかつあげされるから気をつけてふう <laughs> <laughs> なことを教え込まれていた田舎時代だったのであ,<ー>あんまり来ることがなく一番最初って何歳ぐらいの時にいらっっしゃったちょうど中学生ぐらいの時に修学旅行でちょっと怖いもん見たさに原宿行って渋谷ちょっと行ってみるみたいな感じで<ー>ちょっと恐る恐る来てみてあちょっと怖いお兄ちゃんたちがいるねみたいな感じで帰ってきた記憶がありますね。<laughs> <laughs> なん、どうですか、それから、おおよそ多分二十年ぐらい経ってると思うんですけど、印象って変わりました。え、でも、なんか、あのー、そうですね、昔のいかつめみたいなところからは、ちょっとクール寄りになったというか。な、雰囲気は来てて、感じましたし、まあ、年齢とってより、あのー、まあ、違う意味でのいづらさは、また。若干、<laughs> クールに溶け込めてるんだろうかと思いながら、<laughs> っていう感じではありますね。なるほど、ね、はい、なるほど。クールって、なんか、どういう、感じですか、なんか、こう。 いやももうでそれこそこのお二人みたいなこうあまり変わんないとなるほど独特の価値観を主張されてるとか自分の価値観を持って働いておられたりとか服装もそうだし文化もそうだしある方が多いのかなという気はしますんか下手な流行りに流されないというか渋谷は渋谷だっていうルールがあるエリアなのかなっていう気はしましたね 確かに、その、認められてる感じはしますよね。あの、別に、それぞれの特徴を、こう、特徴らしくやってても、なんか、こう、配達されるというよりは。まあ、そういうのはあるよね、っていうみたいな、ムーブーは確かにあるかな、というう僕も、そう感じます。逆に、こう、たかの音が働いてて、渋谷っていうのは、どういうふうに、こう、見えますか。そうですね。まあ、若い子が中心に、すごい多いな、っていうふうに、いつも思うのと。うん、まあ、あとは、良くも悪くも、すごい人に興味が、ある人が多いな、と思いますねはいはい、はい。人に興味がある。 <laughs> よくも悪くも見られ方を気にするとか人をすごいこう悪くも言うとかそういう意味でまあそれだけみんな感度がやっぱり高い,いうことなのかな、ね、人っていうものを含めたところのこうみんなが発信しているものとか自分が見られてるそのなんだろうなそういうところがやっぱ強いっていう印象のお店に来る、まあ、通ってる方もたくさんいると思うんですけど、はい、やっぱりいろんな人が。 来てますかやっぱりそうですねまあ宮下パークの建物の中だと結構いろんなお店入ってるので若い子以外にも本当仕事終わりの会社員の方だったりとか、うん、まあファミリー層だったりとか、うん、結構いろんな方いらっしゃいます。うんうんうん、なんかこう高野から見た渋谷の良さってなんかどこだと思います渋谷の良さですか、はい、渋谷の良さはもう いろんな人がとにかくいることですね <laughs> もういろんな価値観の人いろんな考えの人 <laughs> でも、はい、自分の考えをすごい聞いてほしい見てほしいっていう人の主張とかもすごいある街だなって思うのでそういうのを街中で見かけたりすると、うん、こう思ってる人もいるんだなみたいな感じで結構面白いです日々じゃあ皆さんはどういうふうなことを考えてるかっていうのを情報キャッチアップできたりとかそ,、ね、まあそれぞれの文化とかみたいなのに触れられる街みたいな感じですかね。はい、なるほどありがとうございます 平間さんどううででですかこう働か働れてる中でこうそうです、ね、あのー、僕割と多分あのコロナ禍だと年齢もうアッパーな方なんで90年代からこうそれこそ渋谷で中学校こうよくこう遊びに来てたんで、はい、ずっとこの2 3 0年ぐらいこう変遷見てると、はい、やっぱ常に新しいものが発信されて、はい、その新しいものに好きだとか面白いなって思う人が集まってるイメージなんですね。 やっぱり109とか、はい、あとこのまあストリートのいろんなヒップホップのカルチャーとか、はいうん、そういったものがこう今も印象強いと思うんですけど。はい あれってその時の時一番新しさとか面白さみたいなとかたなころで今逆に109行ってもなかなかギャルの子がもう少なくなっちゃって絶滅しちゃうんじゃないかみたいな思っちゃうぐらいなんですよ。ただ実際例えばさっきも話した今渋谷のパルコでヴィンテージとかラスナブルっていうテーマでいろんなショップとかイベントやってるとそれにもすごい食いつきがいいんですよだからやっぱり今こう世界レベルで見ていろんなそのキーオピニオンリーダーとか。 例えばこうかっこいいタレントさんとかミュージシャンがそういったことってかっこいいよね面白いよねって言ってることにこう支持とか影響を受けたあの新しい感度の人年齢だけじゃなくてマインドヤングの20代から40代みたいな方がすごくたくさん来てるんでそういうものの反応があるっていう感じがします。確かに確かかにに、うん なんか確かに昔からのこう渋谷のこう移り変わりみたいなことはやっぱり僕の印象の中でも渋谷ってこう常に時代の,このトップラインに発信力があるイメージ僕もよく当時出てた雑誌とかを見ながらあこれ、渋谷で売ってるのかみたいなよく買ってた記憶はあるぐらいなんでなんかやっぱそういう発信力はすごく強いですよね。発信を通じてこうカルチャーがやっぱりすぐ うん、すぐコミュニティも作られてそうですすね形にななりやすいそれがなんかビジネス的にブレイクしていくのは違う街で起きがちなんで渋谷である程度こう盛り上がってくるとはい、はい、それが新宿とか銀座とか池袋とかに移るんで常にこう新しいものが醸成されててそれが形になるとまああんまり皆さんがちょっと興味なくなるわけじゃないですけど。はいはいはい 次の新しいものを探しに行くってなるほどゼロ一が楽しいタイプであそうですねから十とか十から百はもう誰かがやってくれみたいなはいなるほどそんな感じが DNA にあるみたいま確かに渋谷が想像するみたいな確かに生まれることに対してネガがないんでしょうね新しいものがどんどん生まれてっていうことに対してこう捕らえをしちゃいけないっていう空気じゃなくて面白いからやってみようよみたいなそういうことなんですかねきっとねそうですねポジティブ捉えいと現状維持がダサいってなんすごい。 <あ>確かにそうかもしれないですね。ね、あの、うん、いい意味で日本らしくないというか。うん、これからいろんな新しいことをやっていかないといけないっていうと、ここからすると、すごい特殊な地域な気がしますよね。うん、うん。うん、だからこそ、いろんな意見がね、あの、出がちですし。うん、さっき言われた、いろんな方がいるっていうのも、そういうことが、はい、繋がってるのかもしれないですね。発信する場所としても、やっぱり魅力的なんでしょうね。やっぱり、その、いろんなことが認められて。こう、いろんなこと発信してもいいんだよ、みたいなことが、こう、街として、こう、あるみたいな。確かに。なですかね。 鈴木さんどうですかそうですねあの皆さんとほぼ同意見ではあるんですけどやっぱりあの東京で見てみても世界で見てみてもこう他にないなんか独特のパワーを持った街だなっていうのは思っていて、まあ、あの駅前とかも開発が進んでいて、まあ、進化してるんですけどそれともともとあったカルチャーがう、まあ、混ざり合っていくっていうのもある意味こう渋谷らしいのかなと思ったりはしてるんですけど。うん なんか先ほど皆さんもおっしゃった通りいろんなバックグラウンド持ってる人、まあ、性別年齢含めてなんかいろんなものを許容する街だなっていうふうには思っててそここがななんかか素晴らしいいとこかなとは思っています、うん、でなんか無理やりサステナブルにちょっとつなげちゃうところあるんですけどその先ほどおっしゃっていたそのストリートカルチャーとかあのカウンターカルチャーっていうのが結構まあ渋谷で、まあ、日本では起こっていったっていうのがあると思うんですけど。 あのカウンターカルチャーってところで言うとまあ既存のこう概念とか仕組みっていうのを疑ってまあそれ反抗するっていう意味では SDGs とかサスナブルとかまあ今の考え方をガラッと変えないと達成できないみたいなところではものすごい相性がいい街なのかなと思ったりとかまあストリートも。 ゴっていうストリートだったりすると思うんで、うん、そういう観点でいくとまあそういうのもすごい相性がいい街なのかなと思っていて先ほどなんか「ゼロ一が」っていう話があったと思うんですけど、うん、そういう意味ではこういうイベントのサステナブルとかっていうのも「ゼロ一の話が今はすごくい大きいことだと思うのでものすごいそういうことが起こしやすい実験的にいろいろできる街なんだなっていうのは今話を聞いてて思いました、うん、なんかそれが結構ここ最近の渋谷の開発で新しい企業さんが入ってきたりとか。 まあこういういソーシャルイノベーションウィークだったりもここ数年でいろいろ盛り上がってきてると思うんですけどなんかこうやろうって思うときに関わる人が増えてるんでそういう意味ではなんかさらにチャンスが広がってるんじゃないかなと思いますねだからまあこれそれがコロナでなかなかあの表立ったこう人と人が会うようなイベントできなかったですけど。 それがようやくなんか、できてくるのがこれからなんじゃない,かい。か、うんね、一気にドライブがかかるんじゃないかな、ね。そうですね。ワクワクする感じあります、ね。そうですね。なんかこう。じゃあ、早速もう、鈴木さんから次のテーマに入ってしまったんで <laughs> そんな中で、今日の本題の、この。なんかこう、渋谷でこう、イベントサスティナブルを、こう想像していきたいなというふうに思っていて。なんか、どういう形で、先ほどこう、ヒントは多分ストリートで。こう、ゴミ拾い、みたいな、こう、身近なこともあると思いますし、こう、例えば。 先ほど寺さんおっっしゃっていたイベントのこう企画を使うもののマテリアルの企画を作っていこうみたいなこういろんな話は多分あると思うんですけどなんか渋谷らしい状態っていうところとその渋谷のらしさで発信力が強いとかコミュニティが作れるみたいなのが一つテーマになってくるのかなと思うんですけどなんか今日そんな形でこうアイデアをみんなでこう出して終われればなと思うんですけど多分さっき鈴木さんがおっしゃっていたまあストリートでゴミ拾いそういこうそういう文化とかこうカルチャーを作りながら。 それってこうネガなことじゃなくてポジティブでかっこいいことだよねみたいな多分ムーブを作っていくみたいな感じだと思うんですけどこうイベントを企画する側として例えばこうクライアント様がいらっしゃって、まあ、オーダーよりもう一個付加価値高いことをこう提供するような形になると思うんですけどなんかそれってなんかこうポイントというかこう伝えていいきたたところっかかあったりしますすそうですねちょっと先ほども触れたんですけどやっぱりその街にいる主役が誰なのかっていうところの、まあ、本質の部分を考えて。うん まあ設計はすべきだなと思っていて、はいなので、まあ、あの大人がというかいろんな周りからゴミは、まあ、捨てないとかマナーを守ろうっていうことは簡単なんですけど、うん、まあそれってなんかどうしてもその中から発信してることじゃないんで、うん、外からこう聞こえてくるメッセージになっちゃうのかなと考えると、はい、まあコミュニティの中からそういう文化をまあどれだけ醸成しているか、まあ、そのコミュニティが主役になって。 あの物事を考えられるかっていうところが一番大事かなと思っているのとあとはまあそのコミュニティがそれだけ発信して動いたからにはちゃんとそのコミュニティに還元してあげる最終的になんかこう,こう拾ったとか回収したもので何かコミュニティの発展につながるようなものを作るだったりとかそういう場を提供するとかそういうところにつながっていくとどんどんこう渋谷らしい はいはい、イベントサステナブルっていうのが起こっていくのではないかなというふうには考えてます、うんうんうん、確かにこう参加された皆様の熱量もすごく大事だと思うんでこう熱量をこう循環型にこう戻してあげたいっていうのはすごく素晴らしい視点だなと思いました、うん、なんかやった人だけがこう感じてるんじゃなくてそれがこうちゃんと循環型が返ってくるみたいな。うん ととこってなんかすごくいいなといいなううふうに思いましただ平松さん主催されたりとか、はい、それこそこうパルコさんって館をこう中で、うん、あの場所を提供してこうイベントどうぞっていうこともやったりしてると思うんですけど、はい、そんな中でこう渋谷っていうところとイベントのサスティナビ先ほどマテリアルの話も少し出てましたけど、えー、かヒントというか僕自転車乗るんですねふだん。ふだ、はい、の足自転車で動いてるんですけど、はい、渋谷区も、はい。 撤去された自転車の置き場って、まあ、あるじゃないですか。で、あれって、まあ、本来的には。みんながこう守って、ああいったことが起きないようにしなきゃいけないと思うんですけど。ただ、やっぱりゼロにはできないから、撤去された場所ってあると思うんですよ。でも、なんか、ああいうこう場所があるからこそ、みんなが、まあ、自転車で。動いたりできると思うんで、同じように、こうイベントだとか。こう、いろんなこう内装とかに関しても、その使い終わったら。 どこかにこう保管しておける場所が渋谷区のどこかにあってそこがまああのあのみんなの共有の内装の部材とかインテリアとかをそこでイベントやりたい人持ってっていいよみたいななんかそんなようなところとかがあったらまあ2度3度同じようなものが使い回すしができたりとか。 じゃあパルコでおわの屋上でやったイベントの後にじゃあえーとセーブさんとか丸井さんとかみたいな形で使ったりとかもできるんじゃないかな、はいうん、ちょっと今皆さん話聞いててフラッシュでちょっと思ういやでもすごくいいと思いましたあのやっぱりイベントってこれまでやっぱスクラップビルドのところがすごく強かったんで作って壊して作って壊してまあ 企業様によってはこう一部保管しといてねっていうオーダーはもちろんあったりするんですけどやっぱりその今平松さんおっしゃってくれたのでシェアをしていくっていうところが結構ポイントかなと思っていてシェアができるとどこでもこう気軽にこう自分でもトライもできたりとか。 こうゼロ一でこう不安だなじゃなくて、あ、借りられるから、ちょっとやってみようか。イベントの気軽さみたいな、も,もう少しこう高まっていくのかなっていうのは感じましたね。今そうですね。いいですね。でもねやっぱりニューヨークのブルックリンとか行くと、ブルックリンの奥とかに。そういうこう、はい、まあ、廃棄されたゴミ処理的なエリアもあって。そこから逆にアンティークのもの持ってきて、店だったりっていう、はいはい、結構循環してると思うんですよね。うん ああいいいうよななこととかかもねねんかいいですよ、ね、そのパルコさんでもともと前にやったやつを今年はじゃあ109でやるだとか、ねはい、そういうこうちょっとそういうストーリーがまた見えてきますもんね。ねうん、なんかこう枠組みがステージがちょっと上がりますよねこう今までもしかするとこう,こうブランドで見たところとかでは強豪になっちゃうけどもう一個引いていくと社会的にはこうシェアした方がみんなにとっていい状態みたいなっていうのはもしかしたらそういうところにヒントがあるかもしれないですね。ただの例えばこう イベントに行かれる時ってこうどういう状態だったらこうサステナブルなイベントだなって感じるシーンって一番分かりやすいポイントだったやっぱりミとかその自分の一気軽身近な部分がこう印象的なものになってくる感じですかそうですね。スケート。 スケーターとしての,そのイベントっていう観点から見ると、うん、やっぱそのスケートのイベントって、まあ、どこでやってもある程度の人数は必ず集まるんですよどういうテーマだったとしても。ただやっぱそこでなんかその例えばサスティナブルをテーマにするんだったら、うん、それをこの何て言うんですかね継続的に 続けていくようにしないとそこのイベントだけで終わってしまうっていうのが結構多いなっていうのが印象に残っててさっきあの鈴木さんもおっしゃってたんですけれども、はい、その何かをしたら何かで返していくっていうのはすごいいいと思ってて、はい、まあ例えばそのスケートのイベントでサスティナブルをテーマにしててまあゴミを集めましょうっていうのがあってパークでゴミは必ず持ち帰りましょうだったりとかにするんだとしたらまあその後もずっとパークでそれを継続し続けて。で まあ例えばペットボトルをずっとあの一定のなんか貯める場所みたいなやつ作っといてこれがここまで貯まったらみんなからなんかアンケートを募ってなんかこういうやつを作りたいみたいなでそれをスケートパークに寄付するみたいな感じの,なんかその参加する人たちが継続的にこれを続けていくと自分たちにこういうメリットがあるんだって思ってもらえるようなものをまあイベントで伝えてやっていってもらうっていうのがなんかすごい。 良さそうだなって思いましたあでも今の話を聞いててすごくいいなと思っのやっぱりイベントで A っていうイベントはこうすごくさすがに気を使っていて、うん、B 使ってないと多分 B にだけ来られた人って多分全然感じないですよね多分。でたまたま A ってギャップ見ちゃうとなんで BB が普通なのかなみたいになるとこう自分がせっかく盛り上がった心がまたトーンダウンしちゃうというか,だかそれがやっぱこうイベント当たり前のようにどこのイベントでもできてるみたいな状態とか。 参加された方にこうポジティブに還元されるみたいなところって即席な。そうですね、なんかそのサスティナブルを理由に参加した人たち以外の。なんかこのスケートで目当てできたけど、でも実はなんかこれをするとすごくいいことがあるんだ。ってそこでなんかそのサスティナブルの良さっていうか、なんか重要性。がわかるみたいな、にしていければなっていうふうに思いました。なんかこう高野から見て。 リターンされるものっていうのは直接的に個人にこうメリットがあるもののがいいのか、それともそのイベント側がこうもっとこうなんていうんだろう、もっと良い状態になっていくものの方がいいかというと個人的にはどっちがイメージしやすいですか？ど,どっちもなんですけど,ど、<laughs> ななんていうなんていうんですかね、そのやっぱさい最近の子っていうかなんか私も踏まえてやっぱこういう場だったりとか、はいうん、なんか知る機会がないとそこについてをしっかり考えるっていう。 ことがなななかかいんですねだったりとか,なんかその今後のことを言われてもあんまりこう想像がつかないから今すぐ行動を起こそうっていう風になかなか思えないんですよね。なんでそこのきっかけとしてやっぱこういうことしたらこういうこともできるんだみたいなところから始めるとなんかそれが習慣化してなんかいい風につながったりとか、まあ、例えば。 スケーートパークにゴミ置いてありましたでもその人はただ忘れちゃっただけだったけどでも自分のだから拾わないとかじゃなくていやこれやったらあれがあるからこの人のもちゃんと捨てようっていうなんか気持ちの変化だったりとかなんかそういうのにつながるのは、まあ、両者にとってもいいことなのかなって思います小学校の時にベルマークってあったんですけど、はい、ありましたよね。ありましたよね。 でそれによってこの机ができてるんですよとかああいうなんかシンプルな発想とかってもっと全然大人でも今でも生きるなとか思いますけどう。缶のふたで車椅子とかもありましたありましたねありましたねプルタブ一生懸命集めてやってましたね小学校の頃ろ。って学生の時にたばこの吸い殻 これをペットボトル一個貯まったら、5万円で肥料業者が買ってくれるっていう噂で、うん噂、噂だったんです。ただの。<笑><笑>全然売れない。そ,そうでしょうね。<laughs> <も>いやいやでもなんかそういうこう僕らまあ廃棄物って廃棄物処理会社の仕事でしょで割り切っちゃうんですけど、ペットボトルをじゃあ集めるっていうことも。 広く言うとゴミを処理するっていうプロセスの一つなのでそこにポジティブに巻き込んで入っていってもらうにはみたいな議論っていうのは本来こういうふうにオープンにすべきだと思う多分今おっしゃったアイデアって多分やれるんですよ。で、いうこで集めてじゃあんか例えばスケボーみたいなも作りましょうとか乗れるかどうか別として形にはできるのでんかそういう企画みたいなところからやっていくっていうのはすごいいいなと思うし渋谷だからこそそういう人たちも入っていって一緒にんか議論したいですよね。 あの意見からなんですけど、うん、ちょっとスケートの話になっちゃうんですけど例えばんかすごいフラットな場所だけがあってなんかイベントだったり街で拾ったものをまあそれを集めてどんどん集めた分だけセクションがこうリッチになっていくとか、はい、そ,れそれによって作,作っていくみたいなその設計とかもコミュニティがやっていくみたいな,なんかそういうなんかこう見える化というか集めたものの自分たちのコミュニティに返ってくる分かりやすい見える化みたいなのをすると非常になんか。 喜ぶといいいうかかなのすすごい思います、ね、確かに参加した分かりやすいアウトプットね、はい、このコースが少し全然変わってくる自分がやったことのこの量によってリッチさが少し変わってロケーションも変わってみたいなアウトプットもそ面白いと思うんですけど集まったものによってその場所が変わっていくみたいなものとかってすごい面白い取り組みだなと思いますどういうものを作りたいかで逆にじゃあアルミ缶集めた方がいいんじゃないですかねそういうのも議論できます結構なんか渋谷ってそういうなんていうんですかね利用者 自分たちスケーターがこういうパークが欲しいみたいなところがやっぱ少ないのではい、はい、そういうところがあるとそういう利用者目線から見てもすごくなんかその短さってやっぱり自分にとって来場される方参加される方にとって短さみたいなところと自分に対してこうリターンが分かりやすいみたいなところってやっぱり今日お話聞いてる中ですごく大事な。 ポイントなのかなと思いますし、逆にこう僕らみたいなこうイベントを企画させていただく会社もそうですし、こう平さんみたいなこうイベントを企画されるあ主催される方もやっぱりその辺がやっぱポイントになってくるんですかね。もし,かしたらやっぱりこう、うん、そうですね。やっぱりあのなんですかね、面白くなかったりとかみんなが興味を持たないとなかなか広がらないってやっぱ事実であると思うんですよ。だからやっぱり自分の身に より寄せ入れることとか、なんかこれやってることがこんな新しさに繋がるんだっていうのはなんか。むしろ積極的に出した方がいいし、そのなんかアウトプットの仕方もこう。実際のサスティナブルな取り組み以外にも大事なんじゃないかと思うんですよね。だから去年水原希子さんっていうあのアーティストさんと一緒に。まあ展覧会をやったりショップをやったりしたんですけど。 まあ日本の中でもインスタグラムのフォロワーがもうまあベスト10入るぐらいの子ですけどやっぱりご本人からするとあのやっぱりこう自分の知名度を使ってもっとサステナビリティだったりを広げていきたいんですよねっていうことをすごく本人も意識しててなんかそういうような発想ってすごく大事かなと思いますけどね。流れの イベントを企画するとか主催するってすごく難しいですよね、影響値が強いから、やっぱりメッセージ性とか、来られる方がどういうふうに、どういう状態でこう帰っていただくのかみたいなところ、気を遣いながらやっていかなきゃいけないのかなとたた先ほどこうシェアをされるってありましたけど、例えば、極端な話ですけど、パルコさんでこう作ったものを本当にシェアするぞみたいなことになったときって、実現ってこう可能そうですか、この先。 その例えば最近、はい、あのスクワットさんっていう青山で、はい、えと空間プロジェクトをやってるチームと一緒に売り場を作ったんですよ。で、まあ、パルコとか商業施設ってどうしてもお店を作るときに、まあ、内装ってものすごくお金がかかるんですよね。お金がかかるとかかってる以上何年かで投資回収しなきゃいけないんで、うん、まあ何年かやめ,なやめられないと。はい、で何年か終わった後に大きなゴミが出るっていうのは。はい この悪循環何とかちょっと少しでも変えられないかなと思って、はい、だったら最初からもう作んなきゃいいんじゃないかとでさら地にあのしてしまってはい、はい、そこにうちが、まあ、小屋状のものをいくつか建ててはい、はい、そこに重機を持ってくればお店ができるという,うでこれってある意味その空間のシェアをいろんなこうブランドさんとかショップさんにさせてもらったって形なんですけどん,なんかそういったことも一個のシェアだと思うんですんなのであので本当にこう発想仕仕方と仕組みの、はい 仕方でいいいろろ可能性あるんじゃないかなかと思確かにテンポももゼロばっかですもんね,んすね結局スケルトンになったとて、はい、直すときもそうの繰り返しですもんね、うん、まあ循環サイクルは、ね、ブランドさんとか企業さんによってもちろん断あると思うんですけど、うん、基本的にやっぱり壊してまた新しいテナントさんが入って、はい、で確かにそれをゼロイチをシェアできるだけでももしかするとゴミとか廃材みたいなものがものすごく減る、うんうん、みたいなところあるかもしれないですね。 出店側の皆さんもあれですよねこう今まで莫大なコストをかけてこう出店しなきゃいけなかったところからうん、うん、もう少しライトな例えば面積だったりとかみたいなことももしかしたらあるかもしれないです,、ねですねで。フィッティングとかストックも共通にしてるんでそこもシェアしてるんですよ。なのでそれってこう別に必ず全部のショップブースが分かれてなきゃいけないルールって多分ないのでなんで全然その新しい発想で作っていけばやれることはいろいろあるかなと思いますけど。はいはい 機能がしっかりできていてそれがシェアでできていればいいってことこす、ねうん、でその例えばこう僕らが買い物に行ってもそれってそんなにクズじゃないですもんね、はい、実際うん、うん、自分たちがフィッティングしたい時にフィッティングができるっていうことは叶えられてるい、うん、そうですねそういうことですね、はい、なるほどなるほどありがとうございますもうそろそろお時間がですね5分前になりましたのでここそろそろ締めに入りたいかと思うんですけども今日たくさんこういろんなアイデアが出ていて、まあ、渋谷のこの特性 みたいなところもこう皆さんからこういろんなヒントをいただけたかなと思うんですけどやっぱこうこれだけ大きいテーマになるとまあ今年一発これだぞみたいな難しいかなと思うんですけどまあこういったあのディスカッションとかアイディアフラッシュみたいなことをやっぱ継続的にこうみんなで しししていくっていいいいくくっううことはすごく大事だなというふうに今日思いました,した今日ヒントはたくさんこう僕らイベント企画する会社でもそうですし多分ここに今日参加したメンバーたちも含めてこう自分たちが何ができるのかみたいなことをこう改めて考えられたかなと思うのですごく今日いい時間になったかなというふうに思います、まあ、願わくばまたこのテーマで来年再来年とこう続けていけたら嬉しいなと思いますし今日出てたアイデアみたいなのでこう実装に向けてなんかできるものが作れればという,ふうに思います。はい で、じゃあ本日は皆さん、一時間、長い時間でしたけれども、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。す今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。